第三章「がんにかかりやすい性格」第一節がん性格」に対する歴史的考察がんの原因に精神的な要素があるなどということは日本では議論の対象にすることすらありえないというのが残念ながら医学界の現状ですしかし欧米ではこの点が以前より議論され立派に がん治療の一つの方法論とし確立し熱心に研究されています。2000年も前に有名なイシガレノスが憂鬱な性格の女性の方が機嫌の良い女性よりがんにかかりやすいということを報告しています。ゲンドロンという医師は1701年頃に人生において経験する苦痛や悲しみを伴った悲劇的な出来事が がんの発生に影響を与えることがあると論文に書いています。1870年、ジェームス・パジェンは著書「外科病理学」の中で強度の不安や失望などを体験した後に急速にがん細胞が成長したり増殖したりする例があまりに多いのでそもそも房ががんの発病の一因となっていることは疑う余地がないと述べています。また 1893年スノーは、著書「がんとその経過」の中で、すべての形態のがんの発病原因のうち、精神的要素が一番強力であると考えられる。そのうち、精神の混乱が最大で、それに心身を消耗する貧困や苦労が続く。精神薄弱者や精神病者の間には不思議と、いずれのタイプのがんも存在しないと述べ、 がんの病院は精神的な要素が大きいことを主張しています。このように、以前は西洋でもがんの発生を精神的な要因に求める学説が主流でしたが、近年になりがんといえば手術か放射線か抗がん剤という風潮が支配的となり、発がんについて精神的要因を重視する学説は廃れてしまいました。しかし、 精神的要因を重視する学説は最近になり再び西洋において復活してきましたガンイメージ療法の開発者カール・サイモントンは彼の著書でこの歴史的経過を次のように総括まとめしています19世紀後半から20世紀初頭にかけて専門家たちの間では心の状態と 癌との関係についての考え方は大体一致していたにもかかわらず、その後における全身麻酔や外科手術の方法とか放射線療法などの進歩に伴い、心と癌の関係についての関心が薄らいでしまったのです。病気を治療する場合にこのような人間の身体を治療する技術面において大きな進歩が見られるようになったことにより、人間の病気はただ 単に身体的な治療を施すことによってのみ癒やすことができるという考え方が主流を占める結果になったのでしょうさらに医師たちは貧困や苦労に伴うストレスは避けることができないのだから受け入れるより仕方がないこととして考えるようになったのですその上このようなストレスががんの発病に何らかの役割を果たしたということを認めたとしても それをどうすることもできないというような考え方を抱くようになってしまったと考えられるわけです。中略一方、今世紀の前半になり登場した心理学や精神医学の進歩によりがんと心の関係を科学的に診断する方法が開発されたりまた心の問題や病気に対処する心理療法がたくさん開発されてきたにもかかわらず医学の分野においては。 癌と心の問題に関する関心が薄らいでいったということは誠に皮肉なことです。第二節エリーダ・エバンス博士のがん患者の精神分析精神分析学派カール・ユングの流れを汲むエリーダ・エバンス博士は、100人のがん患者の精神分析の結果について次のように述べています。患者の多くが癌を発病する前に、深い心のつながりがあった人を亡くしている。 それからというもの、その人は主体的に生きることを怠るようになっている。そして、自分以外のもの、人、家庭、職業などに生きるよりどころを求めてはいるが、その生きるよりどころとしたものがなくなってしまうような事態に遭遇すると、生きがいがなくなってしまい、精神的危機に陥って、がんを発病してしまう。結局、癌は人生の中で 未解決のまま放置された心の問題の肉体的な表れである。エリーダ・エヴァンスの死であるカール・ユングは、精神分析学の創始者であるフロイトの弟子です。フロイトが無意識の世界の根源として性欲を重要視したのに対して、ユングは、全人類に共通する集合的無意識を重要視しました。ユングは 全人類に共通する集合的無意識の代表的なパターンを元方と呼びその元型は各民族の神話や昔話に表現されていると考えました精神分析の方法としてフロイトが言葉のよる自由連想を重要視したのに対してユングは夢の分析を行いましたユング派の夢分析ではフロイトのように イメージの奥に隠された願望を見つけ出そうとするのではなく夢のイメージから背後にある無意識の状態を解明して現実の世界に役立つ心の転換を目指していますエリーダ・エバンス博士の精神分析の結果から人間は自らの生きがいの拠りどころを自分以外のもの人家庭職業などに求めるのは好ましくないという結論が出そうです結局 自分以外のものはいつかは変化することは避けられずそのようなものだけを自らの生きがいにしているとそれを失った時の心の傷とストレスは大きくがんの原因ともなるのですエリーダ・エヴァンス博士のがん患者の心理分析からがんの予防として生きがいとして確固たる不変の何者かを見つけ出すことが好ましいと考えられるのです結局 エリーダ・エバンス博士の言うようにがんは未解決のままに放置された心の問題の肉体的な現れと考えられますから心を鍛えて強くすることががんの予防になると考えられます。